どうもこんにちは、 DJ マインクラフトのアンズです。今回は統合版で使える音風呂のクリック回数がわかるアドオンを解説していきます。私は普段簡単なやつから激ムズなやつまでいろんな音風呂演奏の作り方を投稿しているんですが、設計図を真似して作るときに一番大変なのが、今何回音風呂をクリックしたかがわからないことですよね。 Java 版ではクリック回数がわかるリソースパックが配布されてたりしているのですが、統合版ではなぜかそれが存在しないため、長年苦しんできた方も多いのではないのでしょうか。しかし、そんな悩みとはおさらばです。今回紹介するお遊び様制作のノートブロックプラスというアドオンを使えば、統合版の人でも音風呂のクリック回数がわかるようになるんです。この動画ではそのノートブロックプラスの使い方について紹介していきますよ。音風呂ワンナップ、今回の動画構成はこうなっています。最初になぜ統合版ではクリック回数が分かる方法がなかったのかという余談を話します。2番目にアドオンの導入方法について、3番目に実際の使い方について解説していきます。余談なんか知らねえでーという方はタイムスタンプを押しておくんで、そちらからスキップしてください。ではまず最初に、どうして今まで統合版では音風呂のクリック回数が分かる方法がなかったのでしょうか。結論から言うと、 Java 版と統合版では音風呂のブロック状態、つまりデータの住所が全く違うために実現することができませんでした。マイクラは2018年のバージョン 1.13 アップデートの時にブロック状態が変更、つまりデータの住所の大規模なお引越しが行われました。バージョン 1.12 以前の音ブロックの住所はサザエさんを想像してもらえると分かりやすいと思うんですけれども、音風呂という一軒家の中にクリック回数や楽器の種類など全ての情報がひとまとめにされている状態でした。それがバージョン 1.13 の時に住所変更が行われ、今何回クリックしているのか、そして下にどのブロックを敷いているのかというのごとにデータ値が割り振られるようになりました。一つの家ごとにデータが独立するようになったので、それぞれに別のテクスチャ画像を割り振ることができるようになったんです。それが音風呂のクリック回数が分かるリソースパックができるよという理由なんですね。まあ死ぬほど件数があるんで、実際に自分でリソパを作ろうとしたら地獄を見るんですが、しかしバージョン 1.12 の音風呂はさっきも言ったようにデータがごっちゃになってる一軒家なので、今何回クリックしてますよというのが検知できず、リソースパックが作れなかったんです。統合版の音符ブロックはこのバージョン 1.12 の状態のブロック状態になっているため、今までリソースパックとかがなかったよというのが現状でした。過去バージョンのままになっているとか、それただのバグでは。今回のアドオンは謎技術でクリック回数を覗き見えるようにしてくれたみたいです。ありがてやー。というわけで、そんな感じで新しく登場したアドオン、ノートブロックプラス、次はその使い方について見ていこうと思います。音風呂ワンナップ、では次に導入方法について解説します。まず最初に言っておかないといけないのが、こちらのアドオンはマイクラ公式ではなく個人によるアドオン配布になっています。つまりスイッチ版の人はダウンロードすることができません。ごめん。パソコン版またはスマホ版の統合版は導入することができるので、どうしても使いたい場合はその人たちにアドオンを適用してもらった後、マルチでワールドに遊びに行ってみてください。話を戻します。まず固定コメントにある URL からお遊び様のホームページへ移動してください。ダウンロードを押した後、一番上の最新バージョンをダウンロードします。ダウンロードしたデータをダブルクリックしてマイクラにインポートします。次にワールドの設定をします。新規ワールド作成を押します。クリエイティブモードのみで使えるのでクリエイティブを選択します。次に一番下の実験というところからベータ API というのをオンにします。最後にビヘイビアパックからダウンロードしたノートブロックプラスを有効化します。
これで準備は OK。 その他諸々の各自設定をしたらワールドを作成しましょう。音符のワンマップ実際の使い方について、まずインベントリを開いて剣マークのところを選ぶと、一番下に紫色に光る棒ノートスティックが追加されています。これを手に持った状態で音符ブロックを叩くと、音符のクリック回数が表示されるようになりました。ちなみにすでに何回か叩いた後の音風呂のクリック状態を確かめたいときは、シフトキーを押してしゃがんだ状態になったままで音風呂を叩くと OK です。このままだと英語で何のことかよくわからんという人がいると思うので、チャット欄からスラッシュファンクション空白ノートスラッシュコンフィグと打ちましょう。すると設定画面が表示されます。ここのランゲージをクリックして日本語にした後、アプライを選びます。これで日本語対応になりました。もう一度スラッシュファンクション空白ノートスラッシュコンフィグを入力して設定画面を見ていきましょう。音階の表示形式を選ぶと、イタリア式と国際式が選ぶことができます。それって何ぞやと思う人がいると思うんですが、実はこの音の読み方って世界の国々ごとに全く違う呼び方をするんです。日本かっこイタリアではこの音符をドレミファソラシドというふうに呼ぶと思うんですが、アメリカやイギリスなどの国際標準の読み方をすると CDEFGABC というふうになるんです。ちなみになんでドイコール C なのかっていうと、日本では音の始まりイコールドが基本なんですが、国際式だとラ、つまり A から始まるのが基本だからなんです。ほえー、なるほどな。話がそれましたが、このイタリア式に音階表示を変更していれば、楽譜を見ながらの音風呂制作がめちゃくちゃはかどりますので、ぜひ挑戦してみてください。音風呂ワンマップというわけで、今回は統合版で音風呂のクリック回数がわかるなどもノートブロックプラスを紹介しました。いかがでしたでしょうか。これを使えば音風呂制作がさらにはかどること間違いなしですので、ぜひ真似して使ってみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またねー。